皆さんこんにちは、ヒカルです。さて、ちょっと前にね紹介したこちらZUNEのクレーン M2 なんですが、このねジンバルね、ちょっとこう欠点というものがありまして、この前のね動画にも紹介したんですが、この付属のねプレート、これがなかなか厄介で、これと今僕が使っているねソニーの RX100M5A を使うと、こうバッテリーボックスを完全に塞いでしまうという問題がありました。じゃあそれ以外のね、この前今までねずっと紹介していた、フェイユーテックの G6 プラスはどうだったのかと言いますと、こちら、これもねちょっと前に紹介したんですが、このメングスの CL-70N っていうこのクイックリリースクランプ、これを、このジンバルとこのクイックリリース付属のねクイックリリースプレートの間にこう挟めるっていうか、かませるような形にして、でこちらカメラの方もね同じくこのメングスのねすごいちっちゃいアルカスイス互換のプレートをつけています。だからこんな感じで素早く装着することもできますし、あとね三脚に移したい時も素早く外してそのまま三脚にポンと乗せることもできます。しかもねこれバッテリーボックスをね一切負担がないので、これねすごく使えるんですよ。だからこのね G6 プラスについてるこの CL-70N をこのZUNEのねクレーン M2 に乗せれるかどうか、今日はねそれをちょっとやってみたいかなって思います。はい、そんなわけでとりあえずねプレートの方、この CL-70N をこのクレーン M2 に乗せることはできたんですが、さあ問題はこのカメラですね。このケージをつけた状態だと、はい、ご覧のようにですね、このケージのこの部分、この横の部分がこのチルトのねモーターに干渉して取り付けることができませんでした。なんか無理をするとね、入りそうなんですけど、確実にここのねチルトのモーターにめっちゃ傷つけることがまあわかるので、ちょっとできないですね。そうですね。じゃあもう少しねちっちゃい、クイックリリースクランプだったら、どうでしょうか。同じくねこれメングスさんからね前に提供してもらったすごいちっちゃいクイックリリースクランプがあるんですが、なんかこれでも同じような気がするんですが、ちょっとこれもねつけてみますね。さあ一応小型のクイックリリースクランプをつけてみましたが、果たして、どうでしょうか。やっぱりこの横が干渉しちゃって入らないですね。一応このねスモールリグのこの横のグリップがないバージョン、本当に底面だけのねネジ穴の位置を変えるやつだけは一応別売りであるんですけど、まあ、少なくともこのクレーン M2 でこのクイックリリースクランプとかを使う場合はこのケージを外して使うことになりそうですね。さあそんなわけで RX100M5A をクイックリリースクランプにつけてクレーン M2 に搭載するってことができませんでした。さあ2つ目なんですが、クレーン M2 とスマートフォンを連携してこのモーターのね設定とかがまあどんなくらいいじれるのかってことを検証していきます。それじゃあねちょっとこう画面の横の方にねスマートフォンの画面映していきましょうか。さあそれでは、ZUNEのアプリを起動してクレーン M2 を選択します。そうするとね、こんな感じでクレーン M2 が出てくるので、それを選択してエンターで、下はフォンって書いてあるんで、これはねスマートフォンと、接続した場合なので、今回はカメラを選択します。そうするともうカメラのね、制御っていうんですかね、遠隔制御ができるようになりました。あ、今チルトチックがこうってね動いてますね。こんな感じでジョイスティックを動かすと遠隔でねジンバルを操作することもできます。まあ、これもフェイユーテックと同じ感じですね。そしてねこの右上の六角形のマークをタップすると場面モードとかが出てくるんで、上から行ってみましょうか。そうするとねこの場面モードって出て、まあ最初はフォロージンバル歩行動態っていうこうねノーマルスロークイックみたいな感じで、これもフェイユーテックの G6 と同じ感じですね。この歩行モードにすると、まあ、若干動きがねこうゆったりになって、この胴体、まあ、スポーツモードだと思うんですが、これをやると非常にこうクイックに動きますと。で、これ以外にもですね、例えばこの歩行モードにして右上のこの十字マークプラスマークをポチって押すと、このね
ジンバルの詳しい設定ができます。例えばこう追随速度とかね、こういった制御とか、リバースとか、このねいろんな設定ができますと。で、基本的に僕パンとかはすごい遅くしたいんで、これを、まあ、パンをやって、まあ、チルトも、まあ、遅くして、50でいいかな。で、ロールもちょっと遅くして、で、そうですね、まあそれ以外にもちょっといろいろと数字をいじってみましょうか。こんな感じに設定を一通りいじったら保存を押して、このパターンの名前を保存します。まあテストってやって保存しますと。そうするとね、この設定が、今反映されたはずです。あ、すごくめちゃくちゃ遅くなってますね。かなりデッドバンドがね深くなって、あー、いい感じですね。ちょっとこれ遅すぎるんで、まあ、もうちょっとあの設定詰めなきゃなりませんね。で、そういった場合どうすればいいかというと、このテストっていうこの項目をこう右の方にグッとスワイプすると、編集削除ってあるんで、編集を押して再と設定をすれば問題ないかと思います。これね、できればあの設定のこれどうなんだろう、もう数字を入れた段階で反映はされてないですね。はい、あくまで保存して書き込まなきゃダメなんですね。あ、ちょっとこれはあれですかね、前にやったホヘムさんのね、アイステディマルチとかの方がちょっとやりやすかったかな。まあこんな感じで自分のプロファイルをたくさん作れるのはね、本当、便利なんで、ぜひね皆さんも、こんな感じにねクレーン M2 を自分なりにね使いやすくやってみてください。その下は6面の構成で、これを選択するとね、水平とかいったところが取れなくなったら、この指示通り、まあ、構成して、水平とかうまくね、リセットするってやつですね。で、その下が、モーターの強度ですね。ただ、こちらのクレーン M2 なんですが、G6 プラスのようにね、このスライダーで設定するんではなくて、ハイ、ミドル、ローの3種類から選ぶようになってます。まあ、僕の方はこれ、まあ、一応コンデジなんでね、ミディアムか、ローくらいでいいかもしれないですけど、 ND フィルターとかつけたりとかケージ組んだりするんで、このミドルとローではちょっとモーターがブーンって音がしたんで、今回はハイを選択しておきました。で、モーターの構成はあれですね、あのピッチとか、あとこれはチルトですかね、そういったところのね、上下の微調整をここで行うことができます。あの、まあ、こういったこのカメラのこう上とかにね、あのちっちゃい水準器とか置いて、まあ、調整するとね結構やりやすいかと思います。で、その下がデバイスインフォメーションとか、そういった、そうですね、はい、ソフトウェアのバージョンとかになります。そういうわけで、今回はこのクレーン M2 にこのメングスのねクイックリリースクランプがこの2種類これ乗るかというお話と、あとねこのジンバルのソフトウェアのねお話でした。ここまでね見ていただきありがとうございました。この動画が皆様を何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですねこういった感じでねジンバルのお話とか、こういったね撮影機材カメラとかどんどんやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。